皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、7月の予言の3回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年7月の予言。これからテーマパークやフェスティバルなどの遊戯施設を利用するのは避けた方がいいかもしれません。すでに起きていますが感電事故が起こる気がします。7月は怒りのエネルギーも高まり人々は怒りやすくなり銃乱射事件につながることもあります。そのような事態がフェスティバルなどの野外のお祭りで起こるかもしれませんし、またショッピングモールでの乱射事件が起こる気がします。ラスベガスが頭に浮かび、何年か前にお祭り騒ぎの中でビルの上から銃を乱射した事件を思い出しました。そのような事態は何もラスベガスに限らず、あの銃乱射事件を真似た事態が起こるかもしれません。ラスベガスはカジノの街でもあり巨大な悪魔の巣窟なのです。気象の観点から言えば7月は今まで以上に嵐に見舞われる月となり、ハリケーンや台風そして竜巻などの大嵐が例年より早く到来します。それも今までそのような嵐が来なかった場所を襲うのです。アフリカで竜巻が発生するのが見え、また地震も襲ってくるのでアフリカの皆様には注意と準備を呼びかけたいと思います。日本と中国では記録破りの大嵐がやってきてダムや堤防の決壊が起こり、街が水で溢れているビジョンが見えます。嵐が複数の小さな橋を押し流すのが見えますが、幸福なことにその前に橋が誰も入れないように閉鎖されるでしょう。多分これも日本か中国で起こると思われます。太陽フレアや満月の影響もあり、7月の2週目までは様々な場所で地震が起こります。また満月の時も警戒が必要で、過去何度か満月に関わる大地震を見てきています。その一方で新月も7月17日に来ますのでその時期も油断ができません。高層ビルが奇妙な状況で倒壊するのが見え、ワールドトレードセンターの再現を見る感じです。まだいつどこで起こるかまではわかりません。ドバイが頭に浮かびました。そこでビルの倒壊が起こるのかどうかは定かではありませんが、いくつかの不可解な出来事が起こる気がします。大規模な砂嵐に襲われるのが見え、赤い砂嵐がまるで黙示録の一場面のように思えます。空港にある飛行機が頭に浮かび今月何かが起こる気がします。飛行機が緊急着陸せざるを得なくなり、乗客が怒る姿が見えます。小さな飛行機の尾翼がビルから突き出ているのが見え、そこから煙が立っています。まだ場所はどこなのか特定できませんが、空と空港に絡んだ何かが起こるでしょう。カナダの大規模な山火事による煙が植物の生育を 30% 以上阻害すると思いますので、普段以上に植物や穀物を栽培する必要があります。さもないと収穫も減ってしまうからです。2020年頃から大規模な飢餓がやってくるとお伝えしていますが、それがまさに起ころうとしています。飛行場の話題に戻りましょう。海外のどこかの空港でとんでもないことが起こる気がしており、それも複数の場所で発生するでしょう。今起きている戦争とも関係しており、戦場から離れた場所で起こる気がします。特にドイツとポーランドの空港で警戒が必要です。オーストラリアとニュージーランドの西側で母なる地球が地震を起こすこととなり、穀物生産に多大な悪影響が出ます。ニュージーランドでは政界にも激震が走り、オーストラリアにも波及するでしょう。多分政界の腐敗が暴露されると思います。動物からの攻撃についてですが、サーフィンの大会でサーファーがサメに囲まれるビジョンが見え、海に落ちた時にパニックとなります。どうか皆様海に入る時や自然と触れる時は警戒してください。攻撃的なエネルギーは私たちだけでなく動物にも降りかかっているのです。
特に野生動物と写真を撮ろうなどとは思わないでください。これは奇妙なお話に聞こえるかもしれませんが、エルビス・プレスリーが頭に浮かび、先週から頭の中を駆け巡っています。これは何も彼がまだ生きているなどという都市伝説のお話ではなく、彼の死をめぐる真相が暴露されるのでしょう。ただし彼はあの時期に死んでおらず、もしかしたら実際は長生きしていたなどという話も出てくるかもしれません。エルビスの妻であるプリシラはもう78歳で今年は数秘術でいう9の年であり、もうそろそろ生涯を終える時期かもしれません。そこで何かしらの真相が明かされる可能性があります。イエローストーン国立公園が再び頭に浮かんでおり、何度か予言でもこの公園が出てきていますが、意図的な攻撃という言葉が浮かんでいます。それが放火なのかそれとも破壊活動なのかはわかりませんが、以前からお伝えしている公園の全面封鎖が起こるかもしれません。7月から9月10月にかけて野生動物や自然災害で致命的な事態が起こる可能性があり、場所によっては修復不可能な状況となるでしょう。地震や大規模な火山噴火が発生するかもしれませんが特に怖がる必要はありません。これから政界で何かしらの告発があり、誰かのスキャンダルに関する報道があると思います。もしかしたら7月4日に公開される映画、サウンド・オブ・フリーダムに関連するお話かもしれません。その出来事により人々の間に激震が走り大規模な抗議行動が起こる可能性もあります。これから7月の数秘術でいう5の波動に入りますが、その波動を利用してもっと人生を豊かにしましょう。今までお付き合いいただきありがとうございます。これから新たな動画もお見せしますので楽しみにしていてください。どうか皆様、自分に対し大胆に正直でそして親切でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。九州では連日の大雨で冠水しているところもありますが、まだまだ序の口といった感じです。これから本番が来るのでしょうか。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。